じゃあこんにちは。さて、はい、豊さん、ここのところ、うん、キャンプを見て、まあ、若手のいい選手っていうのをよくピックアップした動画を上げてくださってるんですけれども、まあまあ、例えば代表されるように、はい、秋広、巨人のドラフト5位で、はい、すごいのがいるよって、本当にドラフト5位だったのみたいな、うん、で、育成で言えば八百板、はい、まあ、あの支配下選手になったけどさ、なりました。このさ、はい、なんかこうキャンプを生実家見に行くと、うんうん、こうなんか上位の選手に目がいっちゃってるんだけど、はい、やっぱこうテレビでこうザッピングしてるとさ、下位、うん、の選手で面白い選手がたくさんいるなっていうのに気がついた。はい、まだ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 いる。だから巨人は秋広とか代表されるんだけど、はいはい、阪神の中野、はい、ドラフト何位？これはね、ドラフトね、6位。6位、はい、いや、いいんだよ、うん、ただあの早急に難があるんだよね。早急、ポジションは本当はショートなんだけど、はい、今セカンドやらされたりとかしてるけどね、はい、まあ、ちょっと早急に難があるんだけども、うん、だけど紅白戦でさ、まあ、藤波の速球に負けないでセンター前に打ち返したりだとか、はい、でまあ、盗塁も決めたりだとか、結構なんか早く使えそうだなっていう、うん、これはドラフト6位でよく残ってたなっていうさ、いう選手なのよ、はい。だから非常にこの阪神のその中野という選手が面白いなっていうふうに見る、はい、ね、阪神っていうとどうしてもね、佐藤選手とか日本選手いっちゃうんですけれども、ね、目が行きがちでしょ、はい、耳も、はい、でも中野っていうのも覚えておいてくれたら、はい、なんかこれ本当彗星のごとく現れるかもわかんないよ。あ、ちょっとチェックですね、中野選手。中野選手ね、はい、で続いて中日、はい、これも6位、ドラフト6位、三好選手、はい、この選手が、うん、昨年、おととしまでかな、おととしまでピッチャーやってたんだよ。あ、はい。で、一年復帰して、いや、もうバッターになりました。はい。で、1年でバッターになって、1年間でプロに入ってきたやつ。じゃあ、もともとバッティング良かったんですかね。まあ、もともとはバッティングの非凡なセンスはあったんだと思うけど、はい、だけど、この前の、日本ハムとの練習試合を見てたら、はい、まあ、チャンスで回ってきて、うん、当たりはそうでもなかったんだけど、レフト前に落とし同点にしたんだよ、はい、なんかミート力もあるし、またこの選手も足が速くて外野手なんだよ、はい、で中日に再三言ってるけど、勝負強くてやっぱ守備範囲が広くて、はい、っていう選手がやっぱ中日の外野手としたら必要だっていうふうに言ってたじゃない、はい。だから三好選手が、まあ、いきなりは難しいかもわかんないけど、うん、可能性があるんだよね。お、大島2世というふうに言われてて。あ、そうなんですね。そうそうそう。お、じゃあ、あの広いね、ドームの側をいずれか守る、いつの日か守ってくれなきゃいけない選手というか、はい、そのぐらいの選手にはなってほしいし、はい、やっぱもう1年、うん、打者になって1年でプロの目についてっていうことだから、はい、すごくなんていうの、楽しみがある選手というか。そうですね、まあ、非凡な選手なんだよ、はい、だからバッティングに関してね、うん、あとはやっぱこう足の速さを生かして外野の守備範囲ね、はい、まあ、こういうのが練習でもっともっと培われてきたら出てくるのが早いかも。お、楽しみですね。いや、楽しみだよ。このドラフト6位だからね。いるんですね。いるんだよ、はい。で DeNA は、はい、まあ、これはねちょっと上位なんだけど、牧ね、やっぱ牧いい、はい、牧はなんか開幕のスタメンに出てきそう。あ、出てきそうですか。ああ、お、ああ、だからセンターラインの一角は埋まりそうな、はい、そんな感じだよね。ずっと伊藤さん、 DeNA のセンターラインが決まらないって、ね、そう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 、だから牧が一つのポジションを決めてくれたら、うん、あと二つ、はい、ショートと、うん、あーセンター、はい、でもこの前あのファーストもやってたからさ。あ、そうなんですね。だから意外にこう守れるのかなと思って、うんうんうん、だから期待はしてるんだけどさ、はい、まあ、この選手はねドラフト2位だからやってくれなきゃ困るし、まあ、全日本でも4番打った 男だから、はい、だからまあ やるでしょう。もうやると、そこやるやる、はい、で広島、はい、矢野、おアジア大学ドラフト6位、肩が強いんだ。これ素晴らしいですね。見たでしょ。見ました一緒にね、びっくりしました。いや、性格的にもさ、はい、ものすごく前向きだし、ひょうきんなのよ、うん、で3拍子揃ってる、うん、肩は強い、足は強い、うん、足は速い、はい、でバッティングがね
もうちょっとあのタイミングが取れるようになればいいんだけど、うん、こうなんていうの、フォアボールでもいいからみたいな、中島拓也みたいな、うんうんうん、はい、ああいう風にファールを打ってファールを打って粘って粘ってで出ていくっていうような、まあ、それもありなんだけど、はい、でもまだルーキーだからもっと振ることを考えた方がいいよね、うん、振って出ていくっていう、ヒットを打って出ていくっていう、はい、でもやっぱ守備はね、うん、あの足がよく動く。で我々が教わったのはやっぱこう、いいかゴロって手で取りに行くんじゃない、グラブで取りに行くんじゃない、足で取りに行けっていうふうに教わったのね、はい、足がよく動くんだよ、まずそこですね、そこ、うん、ということはそのもうボールが飛んできて入る位置が分かってるっていうことだよね、うん、もう捉えてるっていうことだよ、ボールを、足がよく動くっていう選手は、はい、で取ったらもう送球、肩は強いからさ、なんか横からも上からもあのサードの深い位置から、はい、あのノーステップでバーン投げるからね、はい、それでもその矢のような送球がいくという、うん、だからこれからやってほしいことは絶対ワンバウンドの送球を覚えないということだよ、はい、あそこ一回覚えちゃうとそう癖が出ます。もうね楽しちゃうから。だから投げれるまで、はい、ベテランになって投げれなくなったと思ったらワンバウンドは許すけど、はい、それまで投げたら許さない。怖い。いやいや。そのぐらいのってことですね。いやそのぐらいやっぱ肩の強さっていうのは魅力があるからさ。あのこの前 の, あの巨人との練習試合でも、うん、まあショートにね、いろんな場面でこう打球飛んでくる場面ありましたけど。ファーストに綺麗に投げてましたね。そうそうそう、で三遊間はまあ綺麗に投げる、はい、でセンター寄りのボールは取ってから下から投げれる、はい、だからどこでも投げれる器用さも持ってるしさ、はい、あとはだからバッティングだけだよ。だからバッティングでもこう攻められるところによってはさ、カットカットカットっていくんだ、うんうん、そうじゃなくて振りに行かないと、あのインコース攻められるわけですよね。だからそれをそのタイミング、そのバッティングのタイミングさえ覚えれば、はい、大丈夫大丈夫。でもあの田中選手もいますよ、ショートに広島という。いやでも打てなかったらすぐ変えられる。その田中よりも守備うまいんじゃないかなと思う、はい、守備範囲も含めて矢野選手、お子供ピンチピンチピン、いや本当に訴えてくださいよ。いや本当本当、もう子供おじさんじゃなくなっちゃうかもしれない。違う違う、矢野おじさんになっちゃういやそうですよね、活躍してる選手じゃないと。いややっぱり生き生きして一生懸命やる選手が好きだし、はい、まあ、小園が一生懸命やってないっていうわけじゃないけども、はい、だけどその矢野の方がやっぱ守備的には魅力がある。あそうですか。守備を見てて楽しいもんこの選手は。じゃあもう今年ねどっかのタイミングで。いや矢野はいいよ、出てきますね、うん、きっとね、はい、はい、で最後ヤクルト、はい、ヤクルト4位5位、お4位本山、はい、東北福祉大学、はい、で5位並木独協大で、本山、はい、あまりプレーという、まあ、練習の時の守備は見たけども、まあまあそこそこだよ、うん、まあまあという部類だよ、はい、バッティングの練習を見てたの、うん、室内での、はい、そしたら打ち方知ってんだよね、練習の仕方を知ってるというか、ただがむしゃらに来たボールをバーンって打ってるんじゃない、うん、自分がどうやったら体を開かないようにするか、まあ、例えばこうやってあって足が左、こう右足を出していくよね、左バッターだから、はい、そしたらこっちのかかとがこうやってめくれると体がこうやって開くんだよ、はい、体の構造上、それをここをこうやって上げないように上げないようにこうやってバットのヘッドでバーンバーンと打ってんだよね、うん、これを見た時にあもう大学を出たばっかりでそのバッティングの練習方法とか、はい、そういうの知ってんだと思って。でも大学のうちにそういう練習をしてきてるってことを。いやだから自分の練習法とかそういうものを知ってるっていうことだよ。あでびっくりした、はい、あこの子は早いだろうなって出てくるのかって思った。あ そ, うなんそれを感じさせてくれた、はい、だからものすごく期待してる。おで並木選手、はい、次並木選手ドラフト5位、はい、独協大、独協大から初めてのドラフトプロ野球選手なんだ。そうなんですか。そうそうドラフトでね、はい、でこの選手の特徴というのは、うん、足、足、うん、50m、うん、まあ大体聞く数字が、うん、速いじゃないかっていうのが5秒8、はい、何秒だと。じゃあ5秒7ぐらいとかなんですか。バカまあそれも速いよめっちゃ。そうですね、そうですね、5秒32だよお前。もうちょっとで。これはね4秒台後半。あこれはね日本記録なんだよ、うん、5秒32だと。これはね、手動で測った。あ機械ではなくてですね、うん、だからこの数字が出たんだけど5秒32だよ。
あのサニブラウン選手とかと走ったけども、はい、負けなかったという、勝ったという。で陸上ではなく野球に来たということなんですね。野球に来た。あら、で、はい、そのもう一人今年早い足の速いのが入ってて、はい、中央大学の磯畑っていうのが、はい、これは足が速い、足は使えるって言ったやつが、うん、はい、5秒42なんだよ。それより速いと。だからプロ野球界最速なんだよ、はい、多分。あのロッテの和田選手よりも速い。あ、シュートよりも絶対速いと。和田選手も全然全然速いってことですか。全然置いてかれるよ。ということはですよ、ああ例えばダイソーとか、うん、そういう切り札でヤクルトは使おうとしてるんですか。まあ、それも可能性ある。で、はい、映像見たんだけどさ、はい、あの大学の試合でセンターオーバー打った、うん、ポンポンと取ったんだよ、はい、センターがセンターオーバーで、うん、三塁だ。普通いけないよあの打球じゃ。すごいですね、うん、それもあアウトだっていう思ったのがセーフだから、そっからの加速がすごいんだよ。で練習方法このぐらいの1メートル20ぐらいかな、はい、あるぐらいのケンケンで行ってて、ピョーンってケンケンで飛び上がるんだから、猫かと思ったよ。猫ですよ。いや本当にそのぐらいやっぱバネがあるんだ。いやすごい。でそのバッティングとか守備はどうなんですかね。いやこれからなんだよ。あこれからなんですね。まだまだ、ただ足は使える。いやだからこうね、チャンスの時にダイソーで出てきて、うん、かき回してくれるっていう選手、うん、まあ、まあ間違いないですよね。まあ間違いない。へえ。だからまあそこら辺の技術もある。だから大学で盗塁失敗したことないんだもん。私失敗しないので誰もさせない。すごい。だからもし、まあ、昔さ、あの12球団プロ野球運動大会、あの運動会っていうのあったの、テレビやりましたね。あったら、はい、独壇場になっちゃうから。リレーとかのもう片足でここまで飛び上がっちゃうんだから。それもそうですね。いやいや本当に高跳びもすごい選手ですね。いやいや、だから面白い選手が下位に結構今年いるから。そうなんですね、うん、まあ皆さんも応援してもらいたいと思ってね、はい、そうですね。ちょっとあのドラフトの下位の選手にも皆さん注目して、ちょっとキャンプバレー、いや1位2位はね、はい、あのもう当然やって当然だよ、即戦力だけど、はい、だけどこの下位の選手たちを見るとすごく魅力的な選手が多かった、うん、あとこういうの見つけるとなんかお互いじゃないですけど、自分がまず最初に見つけたみたいな気持ちにもなりますよね。まあ、ドラフトされてるから見つけてはないんだけどね。そうですね、はい。